というわけですね、入ってるかな、もう大丈夫ですか ね、 かね、はい、というわけで、ただいまですね基本セット2019環境明治戦決勝戦をお送りしていきたいと思います。決勝に残られたお二人をご紹介していきたいと思います。まず左がですね大関漠選手、青緑マホークを使用しています、7位通過。そして右が伊藤敦史選手、青タンストームを使用しています、8位通過です。この2人による決勝戦となっております。はい、さあそしてこの2人による山も沼も入っていない環境明治戦決勝戦が行われるということになります。さあなんと7位抜けと8位抜けなので、うん、ここまで後手をすべて跳ねのけてきた、ね、てるってことですよね。大関選手はようやくここで念願の先手、マッチアップに関してはちょっと打ち消し呪文が大関選手、うん、ちょっと少なめなので、うん、伊藤選手もかなりチャンスがあるんじゃないかなという印象ですが、うん、まあ、大関選手がまずはクロックをしっかりダメージ減をしっかり確保できるかですね。もう勢いに乗ったマーフォークもかなり速いので、うん、もうそういう、もう圧倒的な盤面さえ作り上げてしまえば、はい、少量の打ち消しカウンターでもゲームを制することができると思います、うん、まあ、本当にいわゆるクロックパーミッションのような理想的な回りができれば、そうですね、まあ、圧倒できると思います、うん、ね。さあそんな大関漠選手ですが、なんと今日が25歳の誕生日と、おお、名人になって、はい、最高の誕生日プレゼントを得られるのかというところですが、対する伊藤敦史選手、こちらも、松岩というハンドルネーム、皆さん聞いたことあるんじゃないでしょうか。こちらの有名プレイヤー対戦ですね。今こちら基本セット2019環境名人戦決勝戦がいよいよスタートします。さあお互いマリガンチェック、意外どころじゃないです、本当に山がないだとそんなバカな、さあお互い7枚っぽいですね、キープですね。あ、確かにマジックと同い年、あ、すごい、25周年。さあお互い準備はバッチリ。環境名人戦は順位が、予選の順位が上の方が先手を、最初の先手後手を決定する権利がありますので、おそらく7位通過の大関選手の先手でスタートするかと思われます。さあまずは勢いよく1マナのマーフォークからスタートです。まあ、1マナ家の中では最もパワーが高い不明な2人目ですね。さあそして2ターン目はクロックを展開できずか、もしくは展開しなかったのか、展開できなかったでしょうね、うん、カウンター対する伊藤選手は予言のプリズムでアーティファクトを展開しつつドローを進めていきます。そうですね、鎖も回さないわ、うん、英雄はいねえわとさあこれで2点になって大関選手アタックしていきます。マンホークの枝渡りは短距離を行って 3-2 です。おっとこれがしっかり、さあここでサイト、このモックサンバーのセット、さつむらさん、これ青緑と色の構成上このサイが通ってしまうとかなり厳しそうに見えるんですが、そうですね、基本的にこいつを、モダンみたいに島あたりで避けてみたいなことができないので、さあここでマンホークロードに対しては金属の指摘が飛ぶ、そもそも殴れなくなってしまう、このまま殴っちゃうと飛行機械トークンとクリジャー打ちになってしまう。さあ早くも大関選手止まってしまった、この状況なんとか打破していきたいが、ここで彫像、金が一嬉しいドローと言っても、
さあキーカードを鼓舞する彫像、そしてこのサイ、これが揃うととんでもないことになっていきます。手札ね、ドローもいっぱいあるので息切れすることも、ここから6ドロー、解析調査が2枚あるんで、うん、6枚ドローはもう約束されている、うん、さあ3枚ドロー、そして逆説的結果も入ってきましたね。さあ2枚目のモックサンバをキャストして、出来上がってますね。仕上がってる。ちょっとこれはすごいですね。さあなんとかこの体勢が整う前になんとかしたい大関選手なんですが、まだ4ターン目とかですもんね。さあここでクメラ3体タップしてドロー、この状況打破できるか。さあこの神ジェイスことクメラ2枚ですね。何がどうとはあんまり詳しくは言わないですけど、さあさあ逆説的結果で魔法軍団ものともせず4枚ドロー。さらにここから展開が、津村さんちょっとこれはどうでしょう。いやもうかなり盤石感ありますね。さあさらにバラの抗議で展開した魔法が戻されてしまう。もうこれはこのまま殴り切れるぐらいの、おっと、もう盤面10点以上のクロックありますからね。そうですね、この飛行機械トークンが現在場に9体、そしてさらに増えていく。ここで5点、さあ次のターンにはこの10体の飛行機械トークンが大関選手に襲いかかります。先ほどバラルの抗議でせっかく展開したマンホーク戻されてしまった大関選手ですが、なんとかして展開して戻していきたいが、ちょっとこの飛行機械の群れの前には難しいか。マンホークの枝渡り、そしてクメナの語り部と展開していきます。でまずは3ドロー、ザルファーの方で戦術を行って、さらにコンパスでライフゲインしていきます。そして飛行機械トークンもこの間も乱され続けていきます。さあここで10点アタック、こんなん薬瓶あっても無理だ。展開力に差が、これを見守ることしかできない大関選手。おしかしここで睡眠、これはすごい、すべてがタップされ、そしてアンタップできない。これは大関選手ファインプレー、ファインドローと言ってもいいんじゃないでしょうか。さあここから反撃したい大関選手。ただバラルの攻撃が効いてますよね。やっぱクロックが消えてたんで、クロック消えてないとこのターン2桁に近いダメージを叩き込んでもう1枚っていう。さあそして無情にも再びバラの攻撃です。ここで投了、すいません、アドバンテージゲージは僕が忘れるため公式からも消えたし、ハレルヤからも消えました。はい、公式からは僕のせいじゃないかもしれないですけど。環境面接決勝戦1本目は伊藤選手が勝利しました。サイ強しと、サイ強い、
やはり懸念されていた通りこの青緑というカラー上まあそうですね、差異が出てしまうと、うん、さあここからサイドボードに入るんですが、大関選手かなりサイドボードからはカウンターが多めに入ってくる印象ですね。いやでもちょっと少ないですね、キカと、うん、否認と魔術師の反乱とかは入るんですけど、まあ、あと本質の産卵ももしかしたら入れるかもしれませんけど、うん、ちょっとそれでもやっぱ少ないかなと、うん、マンフォークってあのどうしてもクリーチャーを並べてお互いがお互いをこう、うん、強化して攻めていくので、なるほど、あまりそのためにメインボードのクリーチャーを減らせないということなんですね。そうですね、まあ、サイドボードが別に減らしてもいいんですけど、うん、まあ、それでもちょっと限度があるというかメインボードかなり多いので。なるほど、さあ日本選手権も近づいてきて1週間後に日本選手権が行われるんですが、その点でも大注目となっているこの環境名人戦ですね、現在1000人以上の方にご視聴いただいております。ありがとうございます。皆さん大注目の決勝戦ですが、まあ、実際あの50点ビーム打ってるゲームあるんですけど、打たなくてもサイだけで勝ってたみたいなゲームは、うん、あの50点ビームがあるからちょっとサイで、ドローを積極的に進められるとかはありましたけど、うん、サイは本当にお化けですね、うん、やはり準々決勝準決勝を見ていてもこのサイがビートダウンデッキに対しても防御としてもそうですね、うん、活躍するんですね。いや本当にどれぐらい影響があるかですよね、これだけ完璧な周りを見せつけられると。大関選手トップ8プロフィールにはですね、使用しているデッキこの青緑マホークの選択竜が赤黒以外に勝てそうだったからと、そしてスタンダードで勝つためには赤黒に当たらないようにということだったんです、うん、ここまでで赤黒すべて倒してきているんですが、決勝でこのアウトストームという、まあ、絶対ここにたどり着いている以上赤黒に勝ってますからね、間違いなく。いやそんなことないです、赤黒依然として絶対にどの大会でも一番多いだろうとされている。うん、そうですね、まあ、無限回しをするか松川さんに秘伝の書を授けてもらうかどっちかですね。僕は無限に一人回しするよりそっちの方が早そうですけど、アウターストーム伊藤選手、青緑マホークの大関選手、どちらも準決勝準々決勝で赤倉のデッキを倒してここ決勝戦までたどり着いています。大関選手も赤黒アグロ赤黒コントロールと、うん、赤黒コントロールはちょっと違うと思いますが、もう間もなくですねデッキリストの方もですね、アップロードされるかと思いますので、ぜひあの青緑マーホークなどですね注目のデッキリストも、ご覧いただければと思います。今日はちょっと進行が早いんで僕の予想ではもう少し時間かかるかなと思います。失礼しました、はい、さあ今回もお互い割り勘なしでスタート、まず最初に動いたのは伊藤選手、公開手のコンパスからキャストしていきます。伊藤選手けど今回は手札かなりいまいちな感じがしますね、ちょっと勢いがない。さあ対する大関選手、ここでマンホークの枝渡りをキャスト、今回は打ち消し呪文もしっかり持っているのでもうとにかく早くクロックを作って、うん、少しでも呪文を消せば勝ちみたいな状態まで持っていきたいですね、うん、さあここには霊気誘拐で即クロックを潰していく。しし一応今もう絶対エネルギー一応貯めたけどぐらいの使わんけどもっていうね。さあここで3マナを立ててカウンター用のマナを残してターンエンド大関選手、さあこれを見越してか伊藤選手鼓舞する彫像は当然出していきません。おいいですね、しっかりクロック、
ちょっと画面が。はい、戻ってきました。はい、どうでしょう。大丈夫ですかね。コメントが見えない。さあ、そして、あ、音戻ってきている、よかった。すいません、2人のあまりの速さに我々がついていけなくなってしまいました。お疲れ様です。さあ、そして場面が進んでいます。伊藤選手ライフが残り5。気がつけば5。そしてこの大関選手の猛攻、ちょっとですね、音声の方不調が続いておりまして、申し訳ございません。さあ、これは記憶をキャストしたんですかね、この状態。まあ、絶対に死ぬ状態でキャスト。さあ、ここからサイで巻き返していけるか、うん、さあ、7枚引いて、お互い7枚引いていますので、もはや決死の覚悟でキャストと言ってもいいでしょう。ただここでブロッカー大量に確保して時間が稼げれば、うん、ただ大関選手がね、どうでしょう、手札がスリープが見えるように。そうですね、ここでスリープ、先ほど1本目でも出てきた大関選手必殺の睡眠でブロッカーが寝かされてしまうとゲームセットなんですが、ここで睡眠。さあ、2本目は大関選手が見事に取り返して勝敗 1-1 となりました。睡眠はサイに対するかなり貴重な回答ですね、うん、ああ、なるほど。先手と後手で結構、伊藤さんここまで全部 2-0 だったんで分からなかったんですけど、多分プリズムとか先手後手で変えてるんでしょうね。なるほど。後手はかなりの多くの町で抜いて、うん、先手だと戻すみたいな。僕のマイク小さい、ちょっと設定が元に戻っているかもしれない。決勝日本選手です。後手はあれですね、伊藤選手は後手の場合は相手のスピードを消すことに結構注力して、うん、除去っぽいカードも入れてるんですけど、先手は結構メインのコンボのままを維持して。いや、トリックスは本当にね、強いですよね。やっぱ瞬足なくてもよかったんちゃうと、うん、まだ声が遠い、声遠い、多分治ったんじゃないかなと。はい、さあ、長かった基本セット2019環境名人戦予選9ラウンド、そして決勝ラウンド3ラウンドを経て、12ラウンド目のこの決勝戦も残すところあと1本ということになります。カウントは 1-1、 伊藤選手の先手でスタートです。確かに松川選手、あの8位抜けだったんで、ずっと本当に全部後手だったんでようやく初ここに来て初決勝戦3本目にて初めての先手。さあ、かなり入念にサイドボード検討しています。まあ、コンボデッキってのはやっぱりまだ死んでいる。コンボデッキはやはりバランス感覚が大事ですよね。マンフォークは結構イクサランが、デッキの軸になっているので、次のセットが登場しても多分全然問題ないはず。あ、土地があるか。今は生きてる、ありがとうございます。お、ようやく、ありがとうございま す, です、ね、声が小さいんでね、マイクに助けていただかないと僕の声は届かない、はい、寝てるわけじゃないですよ、ずっと喋ってました。ずっと喋ってたんですけど声が小さいというちょっと。いや、しかし本当にね、この赤黒環境の中でこの青緑マホークとアウトンストームが決勝戦ということになっています。確かに次ラブニカですからね、シミックが。ただ次の次らしいという情報が、なんかあれなんですよ、5個ずつ出るらしくて。なるほど。
全然その組み合わせを僕まだ知らないですけど、まあ、シミックの土地が出るだけでも本当にだいぶ変わりますからね、うん、どんな土地が出るかわからないですけど、まあ、ラブニカで土地が出ないことはないですからね。さあこの勝負勝った方が環境名人ということになります。賞金15万円と環境名人戦の環境名人の栄誉を得ることになります。どちらが勝ってもおかしくない勝負ですね。さあちょっとジャッジが上下逆さになったりしてないかを確認して問題なかったということで、さあこれは勝負出るか、ワンランドなんですが、うん、青マナがないのかな。戦術ランドなので、戦術ランド以外島だったらマリガンしたと思うんですけど、戦術ランドだけマリガン、マリガンですね。硬い ついついキープしてしまいたくなる。一方大関選手ですが、大関選手も土地があまり多くはないように見えましたがキープしましたね。まあ、マンホークはどっちかというと土地がない方がいいですね、うん、なるほど。そんなにも土地まみれの反応の方がきついので、マンホークの切り縛りですね、マンホークのいわゆるロードが複数枚見えていました。スリーブが破れてしまったと。あれか、研究戦って松川さんの違うゲームのニックネームか何のことかなってずっと思ってたんですけどそんな名前がついてるんですね。なんかね、この間やってた気がします。なるほど、研究戦って誰やねんと結構コメント来るから多分誰かは指してるんだろうなと思ったら環境名人研究戦になるわけですね、これで優勝するとちょっと上下がやはり気になってるような感じがありますけれども、何でしょうね。まあ、こんな時ね、ハレルヤスリーブだったらハレルヤ君の笑顔の向きで分かるんですけど、ね、上下分かりやすいんですけどね。やはりちょっと無地のスリーブはこれだからとなるほどさあここで6枚、さあ今度は土地がかなり多いか、どうでしょう。あ、そんなこともないか。サイがしっかりいますね。サイコミットメモリー、アーティファクトが1枚、うん、さあツールからスタート。さあキーカードの彫像をしっかり手札に加えて、うん、さあやっぱ大関選手が構えてこなかった場合どちらからでしょうか。彫像とサイなんですが、サイですね、サイですか。絶対にサイです、ね、絶対にサイから、まあ、手札によりっきりですけど今ドローがないですよね全く、うん、まあ、やっぱりサイを通しておいて盤面を制圧しながらゆっくりやる方が楽だと思いますから、ね、なるほど。
まあ、だサイの方が否認がないんで通しやすい、うん、その次のターン仮に大関選手が構えたとしても通しやすいっていうその差はあるんで、否認は絶対入れてるけどエッセンスキャッター本質の産卵は入れてるかわからないので、なるほど、まあ、そこをどう見るかですね。さあそして大関選手の手札にはまさにその本質の産卵がちょっと見えるんですが、そこでどっちからどう動いていくのか。場には銀ゲラの達人が出ています。ちょっと今追加の土地を置きそうになっちゃいました。彫像から、さあここに機械が飛んでくる。まあ、ただ黒川を抑えられてるんで、うん、さあここでサイ、さあ飛行機械が生み出されていきます。こっからですね、うん、サマホの切り縛りをキャストしてエンド、徐々に黒く上がっていきますが、ここでドローを引きましたね。そうですね、もうサイがブロッカーの役割を果たしてるんで、またこの展開は結構普通に殴って勝つっていうのが見える感じなので、小さなダメージでもコツコツと。さあ鶴がアタック、さあここは何もせずターンエンドですね。まあちょっと2マナ余ってるとやっぱり相手の否認が気になっちゃうんで、なるほど、さあここで本気記憶が、さあこれで相手の手札をチェックしながらですね、これはもう打たせた感じですね、うん、なるほど、失礼しました、本質の産卵じゃなかったですね。あ、いや本質の産卵を持ってます。あ、持ってますか。でこの間にドロー呪文を打って手札を補充して、なるほど、さらにドローがつながると理想的ですが、さあつながるか。ちょっとマナーをどう使おうかというところですかね。うん、ちょっとブロッカーを露骨に寝かしすぎると相手に殴られる量が増えるので。お、強気。なるほど。あ、違う、あれがない、ちょうどがない。あ、なるほど、それ悩んでたのか。ちょうどがあると勘違いして3ために置いたんですけど帰化されちゃったんですか。ちょうど勘違い。さあここは3ドローですね。さあ霊気誘拐と、そしてまた暗記記憶と引いています。あとは予言のプリズムですね。うん、ちょっと苦しいですね。盤面のクロックがかなり大きいので、もう一体ロード追加されて打ち消し呪文を構えるってなると大関さんのペースですね。ここは霊気誘拐をキャストしてクロックを減らすという選択肢を取りました。さああいつら、現状パワーが3しかないやつらのパワーが1上がると、うん、大関選手けど打ち消しは持ってるのは本当にもう一歩ですね。あと1枚ロードがあったりすると、うん、ちょっと組めえ中で見えるんですよね。ちょっとね、疲れも出てきてる頃ですからね。青がないのか。今、うん、手札に青の打ち消し呪文あるんですけど、ね、島、青マナがクリーチャー以外に使えるものは1個しかないので、うん、1体ブロックして3点落とす。これで16。まだお互い状況はイーブンといったところか、多少大関選手の方が
あれをしていますかね。うん、いや今のところ本当に、まあ、この盤面だけで見るんだったらまだいい勝負、うん、なるほど。これで大関選手の攻撃がただ止まってしまうようだと松岩さん、伊藤選手がかなり有利になってきますが、うん、大関選手としてはもう早めに後続を展開して固めていきたいと、ね、クリーチャーサイズ上げたいですね、ちょっとこれぐらい起きてるだけでもなかなか殴りに行きづらいので、うん、今は単純に大関選手することが他になかったんです。青間の、探しに行ってあいつを出したんですけど、あ、引きましたね。引いた。それでカウンター構えつつクメーナ、そして銀色のマホークなどなどが出せると。さあ盤面だけ見るともう伊藤選手は飛行で活路を見出しそうな、うん、難しいですね。ここ止めて2体サクってドローするとちょっとダメージが一気に減っちゃうんで、もう飛行で殴り切るつもりだったらスルーした方がいい、うん、それか、まあ、ね、盤面に関係ない手枠と意見捧げてドロー進めるか、うん、まあ、あと手札が今コミットメモリーなんでこのターンマナを使いたくないはずなんで、うん、まあ、このターンは通してもおかしくないですけど、ね。さあ現在このマンホークがですね5-4ですかね。さあこの5点どうするか、なかなか難しい場面ですねこれは、うん、難しいですね、うん、うん、なるほど。ロードに記憶暗記を打っていく。仮にこれが成功したとしてもちょっとブロックは難しいですね、うん、どういうプランを描くか。さあこれが通って多分テイクですかね、うん、単純ダメージ減らして、なるほど、もう飛行で殴り切った方が早いだろうと。さあここでクメーナ登場。さあ、まあ、これはけどクメーナ出てきたんだったらこのプレーが一番いいですね、早く殺した方がいいんで、うん、なるほど。打ちますかね。打ちましたね。さあここには打ち消し呪文が飛んできます。さあこれだと少し足りない、4点アタックでのライフが10、一応力づくっていう赤 X のカードがあります、大量破壊カードは、まあ、あと2ターンですかね。伊藤選手はもう飛行軍団でロード引いた。あ、そうか、ドローしてだからまあここは引きますね。先ほど暗記で積まれていた切り縛り、これを公開しつつ銀エラ、いや、いい勝負です。これは大関選手もブロッカーをかいくぐりながらあと2ターンで殺さないと飛行だけで死んじゃうので、うん、かなりすごいダメージレスになってきてますね。クメーナにアンブロックをつけてアタック、うん、まあ、ただこのアンブロックをつけたのはあんまり意味がなくて、クメーナ以外を止めてワンドローに変えられるんで、なるほどなるほど。まあ、なので盤面、うん、いや、まあ、ただ伊藤選手の方がそのブロッカーを次のためめちゃくちゃいっぱい用意しないと飛行がそもそも殴りに行けなくなっちゃうんで、まあ、伊藤選手の方が少しですね、次のドロー次第ですね。ここをまあ止めてドローに変えてアーティファクトが連鎖するようだと、おお、すごい。ここで引いたのが逆説的な結果、なんとライフもめちゃくちゃ回復できるおまけ付き、最高のドローですね。これは伊藤選手この日一番のドローではないでしょうか。今パッと見5枚ドロー、鶴まで戻して5枚ドロー、6点ゲイン、1ドローまでは確定、うん、さらにその過程でサイガトークンを4匹ドローもモリモリ、これはもう殴れるんで、まあ、空で芝居て2枚引いてますかねこれね。そして相手がタップアウト、ここは慎重に動いていきたい伊藤選手。さあそしてもちろんここで逆接戦結果5枚、5ドロー、ゲインがまたね大きいですね。さあそして霊気貯蔵機っぽいものを見えたような、引いてますね、霊気貯蔵機は引いてるんですが、
いやこれはすごい最高のドローでしたね、本当に。まずは戦術から。ここは当然霊気貯蔵機を出していってライフをゲインしていく。もうこれでブロッカーも次のターン、対戦と殺せるだけのアタッカーも確保できるので、このターン次のターン死ななければまたスリープですかね、怖いカードとしては。さすがにスリープがあるとちょっとこれこんなにライフがあっても。ただ大関さんね、ちゃんとスリープ2本目でも打って勝ってますからね、ちゃんとサイドアウトはしてない。もう18点ぐらい、もうあの盤面の極悪なマーフォークにかかれば23点。ちょっとどうだ、足りるか。それぐらいありそうですけどね。そうですね、全員だって4とか5ですもんね、パワー。そうですね、まあ、スリープがあれば多分。あ、しかしもう30点まで。30はちょっときついか。4 8、あいつも8か14 12。ああ、すごい、25点ぐらいしかなさそう。お、これはじゃあスリープだけだとちょっと足りない。スリープとロードぐらいですかね、うん、スリープ&ロード。さあこのまま大関選手決めきれるか。今盤面だけだと足りてないんで、スリーププラスアルファが必要ですね。お、しかしスリープはちゃんとある。しっかり引いている。ただこれだと多分足りてない、25点ぐらいしかないはず。35点はさすがに。さあフルアタックですが、で444計算しますが、足りていれば生きてますね、うん、ライフを書いたということは。さあそしてクリーチャーこのターン起きません。さあ何点くらったの。4 4 4 3 3 6 5 12 17 23点ぐらいですかね、ですね、19 23。さあただ伊藤選手手札はさっきの逆説でもういっぱいあるので、ここでブロッカーを用意することぐらいは多分問題なくできると思います。ただまあ2枚目のスリープとかそういうのを警戒して、できるだけライフも回復しておきたいんで、うん、まあ、今23点だったんで、次ロードが来たとして、プラス6で29点、30数点あれば多分安全圏、まあ、だからさ単純に30数点まではライフが上がるといいんですが改めてね、言葉にするとものすごい、まあ、そうそう、30ってあのマジック20点ですからねとここで鼓舞する彫像を引いた。これでかなり話は変わってくるか。まあ、ただこのターンに関してはマナはだいぶ使っているので、うん、そうですね、さあここさあ行きました、コミットメモリー、メモリー記憶の方を使っていきます。そしてこれが成功、実質タイムツイスター。まあ、ただ大関選手もこれでめちゃくちゃ手札増えるんで、ロードが2体3体出てくる可能性が出てきたババババババって出てきちゃう。さっきまでは手札がなかったんで、うん、あのトップデッキでロードしたらとかで29点あったら大丈夫って話だったんですけど、今はもうそういうゲームじゃなくなってるんで、伊藤選手もだからこのターンもっともっとゲインするか、もうあわよくばゲームを決めるぐらいの、まあ、瞬速で出てきたりとかね、2枚目の睡眠、2枚目とか睡眠をもう一回引くことも考えられるわけですからね、まあ、本当にこのターン勝ちに行くようなプレーですよね。さあもちろん青1マナと大量のアートラクターがあるので、逆説も引けば打つことができます。さあ現在5回呪文を唱えている伊藤選手、ちょっと伊藤選手の手札は鶴があったように見えたんですけど、鶴から連鎖すると相手がロード1枚引いたぐらいでも死なない感じがしましたけどね、うん、ここは7枚引きに行きましたね。さあこれが運命の7枚。ロード睡眠だけだと大丈夫です、29点、ロードロード睡眠だと死にます。まあ、ただこの7枚次第ですね、と意外とゼロがあるか、あ、逆説的な結果引いてますね。いやただ大崎選手も7枚引いてますからね。そうですね、カウンターも十分あるんですよね。伊藤選手多分もう土地置いちゃってるんで、このターンの行動はもうかなり限られてるはずなんですよね。
魂、これが成功すれば、おお、通った、通ったということは、おすごい、これはいったんじゃないですか。ストームが今5、光が見えてるんですけど、これは影響はないですかね。多分大丈夫だと、ここまでいっちゃえば、うん、0と1以外、もうこのまま土地置いてるんで、アーティファクト以外は、うん、まあ、モックスか、モックスを割られた場合がちょっと困るかもしれないですね。木か、木か、さあどこか、あ、そうか、霊気貯蔵庫が割れるのか、なるほど、あ、これでロードロードでも確かに、あ、まあけどそれだと睡眠は依然として必要か。まあ、ただドローは成功し、さあただ彫像はこれで生き残っているわけですかね。さあライブラリがあと何枚ぐらいあるんだろうな、これ。さあ逆説も引いたので次のターンさえ、うん、さあ一応ストームを数えたり、そうですね、数えないと引く可能性もねありますからね。そうですね、このターン50点打てなくなっちゃったんですけど、まあ、次のターンを耐えられるかどうか。あ、でも耐えられそうですね、次のターン、うん、コミットメモリーを打てるので大関選手がよほどギリギリで動いてこないと、もう睡眠ロードカウンターみたいな感じじゃなかったらまだ7枚引いてるんで何でも起こり得る状態ではありますけどね。さあ、いやでももう伊藤選手もさすがに盤面出来上がってますからね、うん、睡眠がないだけでももうきついですし、で睡眠はもうほぼマストかなっていう感じですが、さあ多分今2枚目の霊気貯蔵器をサイドアウトしてるかをとかを確認したんだと思いますが、あとモックスか、モックスですね多分。さあサイド逆説的な結果、3ドロー、あ、今バラルの抗議を引いたっぽいですね。さあもはや見守ることしかできないこの状態、これ2週間前にピンテで見たぞ確かにさあ一応このままコミットメモリーを構えて変えたのを返すと大関さんが必要なものはかなり増える、うん、さあもう一度大関選手のクロック、バニールクリーチャーを確認します。その上で死なないように準備をしていく必要があると。あらゆる可能性を考えて選択していきます。まあさすがにもう手札は充実とかじゃないですけども、充実しきってるので次のターンさえ来ればこのターンをいかにしてしのぐか。さあディスカードしてターン返ってきます。さあ大関選手まずは睡眠がないとそもそも本体、大関選手そのものが次のターン生き残ることができないので睡眠は必須と。そうですね、うん、さあしかしちょっと睡眠がやはりないように見えますが、一応さっきの計算だと全部通ったとしても、うん、ロードがあっても29点だったんで今、3体寝かしたんでこのターン勝つことはできないと思います。ロードはゲットして銀ゲラでドロー、今睡眠を探している状態ですね、うん、おーって引いた、睡眠引きましたねこれ多分。引いてないかな、あ、今引きましたね、引いてますね、あ、引いてますね。さあひとまずこれでですが、ただ伊藤選手ももちろんしっかり構えてるんで、うん、それも返さないといけません。さあこれは伊藤選手も余裕を持って、うん、さあ睡眠ですが、あ、スペルピアスか、まだ引いていない、あ、一番奥のカードが違うとスペルピアスですね、睡眠にめちゃくちゃ似てるんですけど、似てますが引いていなかったんですね。あー、ここで研究仙人
はい、というわけで基本セット2019環境名人戦優勝は伊藤敦選手です。おめでとうございます。劇的な決勝戦でした ね、 そうね、そう、大関選手初手からエッセンスキャット本質の産卵持ってたんで、サイ出てきた時に構えとけばみたいな話を今多分してたんじゃないかなと思うんですけど、そうですね、すごい、おめでとうございます。いや、非常に素晴らしい決勝戦でしたね。シーソーゲームというか、もうこっちで決まったかなと思ったところから、睡眠で逆転したりと、本当にどちら勝ってもおかしくなかったですね。いや、素晴らしかったですね。まさかの手に汗握る、とてつもない決勝戦になったんじゃないかと思います。いや、どうですかね、最後記憶、僕はまあ粘れるんだったら次のターンの方が良かったかなと思いましたけど、いや、すごいですね。けどその辺も聞いてみたいですけどね、さあ、この後はですね、優勝した伊藤敦環境名人をお呼びしてお話を 笑っちゃダメですよ伊藤敦環境名人伊藤敦さんだから笑ってるんですよね、津村さんはね。もうひどいなはい、というわけでお呼びして、もうやめますか、津村さん笑っちゃうからね。はい、というわけで見事優勝した松岡さんをお呼びして、お話聞いていきたいと思います。はい、ちょっと伊藤敦環境名人が笑ってしまいますはい、はい、というわけで実況席ぼちぼち戻ってきましょうかね。はい、はい、というわけでご視聴ありがとうございました。はい、この後はですね、伊藤環境名人をお呼びしてお話聞いていきたいと思います。もう少々お待ちください。はい、いや、青緑魔法区すごいですね。やっぱサイどうにもならないと思ってた。そうです、睡眠で、すごいですね。23点クロックが長く遅くこれちょっと伊藤環境名人面白すぎてそうですね、松岡さんを伊藤敦さん最も苦しめていたと言っても過言ではないんでしょうか。青緑魔法区、これはこれからが結構期待ですね。そうですね、本当に、まあ、次のローテーションでも全く土地だけですね、まあ、土地はラブニカで何かが、次の次で出るのが確定していると思われるので、まあ、多分なんか出るでしょう適当に確定って言っちゃいましたけど、まあ、何かしら出ると思うので、カードはほとんど残って土地だけで、魔法区が増えるとさらにパワーアップということで、そして、これはね、バツナギの宣伝なんですけど、そんな最強の睡眠が今、はい、あれだといくらかご存知ですか。30円。10円です。買いましょう持ってなかった方です。これはもうなんか買う予定があったらね、ついでにもう睡眠買っとくかって思い出してね、買っといてもらえると30より安いしとお得かもしれないですね。そうですね、青タンは逆にカラデシオをもうまんべんなく味わい尽くすデッキなので、今が最後のチャンスと言えるかもしれないです。まあ言うてまだ結構時間ありますけどね、落ちるまで。おはい、というわけで、早速お呼びしました。見事環境名人に輝きました伊藤敦選手です。どうぞどうぞ真ん中の方に。はい、すみません、あ、この席ちょっと近くて、この席座るの初めてはい、確かに、さすがにこっち側に来たことはなかった、新鮮な気分。はい、ごめんなさい、もう伊藤環境名人って響きが面白すぎて笑いまくってたんで伊藤環境名人、はい、というわけで、改めまして見事、本日優勝しました伊藤敦選手です。ありがとうございます。勝ってしまったな。まずはおめでとうございます。 ありがとうございます。どうでしょうか、今のご心境としては。いや、あっさりいきましたね、意外といや、最後は本当にいい勝負、熱演、やっぱ、ね、睡眠めっちゃ強かった、かなりちょっと肝とも冷えました。いや、あれはかなり、なるほど、サイ出していっぱいこんなトークン出したら絶対これはないやろうと思ったんだけど、睡眠か、睡眠しかメインに入ってて、かなりすごいシークレットテク、なんかね、名人と千人っていうコメントが入り混じってるんですけど研究千人、研究千人、研究千人名人も活動しております。なるほど、名人であり研究千人でもあり、タイトルが一つ、研究千人名人ですか。まあ、今回のデッキは研究の成果、なるほど、かなりやり込んだ研究を、だ研究千人になれば名人にもなれると。いや、よくわかんないけど、はい、まあ、その二人ですね、まあ、今回、まあ、かなりちょっと通常のと言いますか、従来のアウターストームに加えてかなりちょっとアレンジを超えたというふうに伺ってるんですけど、かなり大きかったところはどこでしょうか。やはり特にメインボードに4枚の航海士のコンパスが入っていることと、はい、まあ、3枚の、まあ、そのアドバンテージをそのままだと失っちゃうんだけど、3枚解析調査を入れることによってその分のロスを補填するというこの構成が、まあ、たどり着いたなと、アウターストームの新境地。まあ、実際その逆説にたどり着けずに、その何にも身がなくて死ぬっていうのはよくあるパターンだったんで、手札のブレが大きいデッキで、その逆説の
逆説を打つためにまず置物がまあ3個まあ必要で、うん、でその上で逆説を打つためのマナも必要で、でまあ逆説、まあ、そういうそのいろんな必要なカードがあると。でその上で手札になんか余計なカードがいっぱい来ちゃうんですよね。2枚目のサイとか、うん、2枚目の鼓舞する彫像とか、そういうそのなんか分散をケアすると、まあ、単純に引いた方がいいだろうということで解析調査になっております。で実際そうだね、手札あれだけ引きましてると安定感すごいなと。そうやっぱサイドコーがあと強いですね。この手の鉄筋に対してその索白とか強白とか、はいはい、1対1の、そうですね、1対1で交換してくるんですけど もうそこでもう3ドローを打つと相手がわーってまあ確かにその理論でいくと否認も同じですね。そう否認も一緒本当に。だ収集艇とかアルゲールみたいなカードがない限りは1対1繰り返していったらどっかで差ができてそのままアドバンテージ勝てると。収集者が入ってそのデッキだったらこっちもまあ1点の、うん、赤の組み細工入れてと、まあ、アルゲールぐらいですね本当に、まあうん、そのカウンター構えられながらで困るのは、まあ、でもそれはそれでサイっていう今度ライフでプレッシャーをかけるっていうプランもこっちにはあって、うん、まあ、だから相手がアルゲール動いてきた返しにもいきなりサイ出して、サイがもう確かにもそれはもう今日のサイが相手のあらゆる動きに対する裏目なんですよね、うん、やっぱサイに対してもうそのサイだやったっていう行動はできないんですよ。もう環境のカードで基本的にはまあエッセンススキャッターぐらいかな、うん、おそらく、まあ、だから脅迫否認とかもねそれこそ策悪、ね、もそうですし、その青タンストームに強いとされるカードが大体サイにはそうサイが裏目になってしまう、うん、それがもうこのデッキをもう1段階2段階調査を引き上げたんですね。サイの加入によってもうその相手に3ターン目にじゃあコブス調査なんか構えてそうだったらじゃあサイにするわっていう裏目を作れるっていうのが強み、うん、実際どうですか。もう来週日本選手権なわけですけどこのデッキを、まあ、ちょっとネタバレしちゃったっていうのが、まあ、誰かのせいで、まあ、あるんですけども、まあ、僕はかなりの自信作ですね。 もし出るならもう出るならもうこれしかない。うん、実際今日赤黒3回倒してて、まあ、本当にどれもギリギリの勝負だったんですけど、もうかなり自信がついたなと。おちなみに記事を書いてくださいっていう声がたくさん、まあ、あれまあまあちょっとどうかな、あれってどうかな、まあ、来週ぐらいどうかなこの感じは忙しい忙しいやつはい、あとですねプロフィールの方にですね、はい、あのスタンダードで勝つ秘訣は、はい、マジックオンラインでチケットを溶かし続けることと、まあ、そういうことが書いてあったんですけど、実際このデッキまあまあ溶かしました。やっぱこの形になるまでにはもう、うん、もう無限に 2-3 とか 3-2 とかをもう本当に繰り返して、うん、まあでもそれがこうやってより大きな形で、まあ、キャッシュバック帰ってきてくれたと思うとやっぱ感慨もねひとしおですね。チケットとかじゃないですからね。すごい金額になって頑張った甲斐があります、はい、ありがとうございます、はいはい、ちょっと最後にですね、まあ、環境明治の見事なられたわけなんですけども、はい、ちょっと小川さんさっき違うんですよ、おかしいでしょ、なんか扱いがさ、はい、ちょっとさ名人ですよです、ね、名人、名人ですからね、原根くんの時もこんな感じだったの、ね、違うでしょ、違うですよ、原根くんの時はねさすがに名人って言われて、ま、笑う人世界で一人だけまあそれぐらい人気のある、まあ、伊藤篤さんがね環境明治となられたということで、まあ、すごくファンの方もよく見てらっしゃると思うんですけれども、まあ今回のアウタンストームとかのように、はい、とアツさんのようにデッキを作ってみたいとかって方ってたくさんいると思うんです ですね、まあ、そういう方に向けて何か名人としてメッセージいただけたりしますか。名人としてデッキを作りたいと、もうひたすら試行錯誤の繰り返しですね、うん、まあ、ただやっぱその己の中で一貫した仮説を立ててトライする、うん、でその仮説を立てた上でやってみた実践したらそれで結果が良くなければ仮説が間違いであったということが分かるわけですよ。まずそのこのスロットにはこれを入れた方がいいんじゃないかと、このスロットに例えば鎖回しに対してこのカードが強いんじゃないかとかいう、うん、ちゃんとその自分の中で仮説を持っていろいろ試行錯誤すること、うん、試行錯誤は大事ですけど仮説がないと意味がないという感じですね、うん、まあ、だから失敗したときにその失敗をどう捉えるかですね、得るものを、まあ、過程が失敗だったと思うかあるようにというところで、はい、そんなところです。ありがとうございます、はい、というわけで本日見事環境名人戦優勝しまして環境名人となった伊藤篤さんお呼びしてお話しました。ありがとうございました。やったぞ、おめでとうございます。ありがとうございました、はい。